こんばんは。今週も始まりましたマジロリニュースです。秋葉原で起こったニュースをお伝えしていきます。デブさんから驚きのセクハラ発言が飛び出しました。10月2日未明、デブさんがハム店長に向かって突然、ハムさんって一人でしますかと聞いて股を見てきました。レタ容疑者は、私はハムさんのことを魔法少女だと思ってたんですよなどと供述しており、容疑を認めています。ねえ、ちゃんとハムの答えも聞いて。続いてのニュースです。レタちゃんがバックヤードでもファンサービス。10月13日オープン直後のドールにて、レタちゃんがライフアドール所属のしほちゃんに対し、しほさん髪染めたでしょというなり、髪を嗅いで、てかさっき染めてきたでしょとファンサービスを決めていました。レタちゃんの初監督作品ができました。レタ監督は事前に自分の出演する台本を作るも、カメラマンも自分のつもりだったため撮影できず、結果監督に集中することになりました。レタちゃんの初監督作品はマジカルロイポップ公式 TikTok からご覧いただけます。続いてのニュースです。パル、セン太郎さんと匂わせる。パルちゃんがセン太郎さんと全く同じ形のメガネを買いました。続いてのニュースです。謎の食い逃げ犯現る。10月4日朝5時、ラブキャラとの公式ツイッターに、多分食い逃げしてしまったと DM が届きました。しかしその6時間後、どうやら払ってたみたいでしたという DM が届きました。確認したら払っていました。続いてのニュースです。フランチャイズオープンしました。マジカルロイポップ初のフランチャイズファミリアがオープンいたしました。ファミリアはドラゴンをコンセプトにしたメイドカフェで、レブちゃんがデザインした制服も必見です。ぜひ皆さんお越しください。続いてのニュースです。年間のポスター企画がついに始まりました。すでに何件か秋葉原や大阪、日本橋のお店にポスターを貼らせていただいています。今後もたくさんのお店に貼っていきたいと思っているので、お店にポスターを貼ってくださる方はマジカルロイポップ公式ツイッターに DM をお願いいたします。続いてのニュースです。新店キャスト募集を開始いたしました。勇者系列の新店ロンロンのオープニングキャストが募集中です。チャイムコンセプトの店内やレトちゃんデザインのオリジナル制服が必見です。皆さんのご応募をお待ちしております。続いてのニュースです。ハム店長クレジットカードを不正利用されるハム店長がクレジットカードを不正利用されてしまいました。10月某日、カード会社からハム店長にカードが不正利用されていますと電話がありました。調べによると USJ のチケットが2枚購入されていたとのことです。この件についてハム店長は、私だって USJ 行きたいと話しています。いや、私のカードだから、私のお金だから。ニュース終わります。それではもえもえじゃんけんのお時間です。画面の向こうの皆さんも一緒にお願いします。もえもえじゃんけん、じゃんけんぽい。私はチョキを出したので、グーを出した方の勝ちです。それではまた来週。